皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回はヴァニラナルビジュリーやっていきたいと思うんですけども、今回ですね、前回の動画に引き続き、またね、激レアガリ&レア&激レアガリをね、やっていきたいと思います。で今回ね、ちょっと新破壊流ですね。新破壊流は、ね、闇が弱点ということで、闇暗黒の首飾りを2つつけて、で風もね、弱点ということなので、疾風の首飾りですね。2人つけてました。で、シールドがね、ガードシールドってくるので、シールド虫とかつけたりしてます。はい、一応つけましたね、シールド虫は。で、相変わらず、みんな全部回復は、激ラバリズ上げて、エンジェルフライで、だったって感じですね。はい、行きましょう。さあ、やってみますか。誰だって。あー、ちょっとミスったなー。そうだ、恐怖、あ、でもそうか、エンゼルフライで止めてくれればワンチャンあるかな。エンゼルフライで動く人もないからもう無理だね。よし、止めてくれ。あー、あれ。これ全員止まんなかったらまずいよね、マジで。待って。やばい、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 やばい。やばい、やばい。おー、つ。うわー、渋滞が持った。やべ、やべ、人はいろいろなんか食らった。よし。よし、何形態。いやー、出ない確率かね。タイタンとエンジェルフライ、まひっちゃってるんで、ちょっともうこれは仕方ないね。もうさすがにいけんじゃん。食らうな。うわー、熱い。うわ。あれ？あれ？なんか今1回しか攻撃しなかったよね。なんか。あれ？なんで3回攻撃してるの？なんか1回しか攻撃しないんだったよね。あれ？まあいいよ。ちょっと、なんで？まあいいよ。うわーお、しまいけて死んだ。さあ、タイトン打って、エンジェルライン打って、みんな感じ復活して、全部回復。で、頑張れ。力を貯めている。エンジェルライン。動くかもってくれ。やばい。怖いな。止まらないのマジで。つらくねそれ。うわ、神がなく、パンストしたのマジ。うわー、つい。やべ。みんなタイタン。知ってるけど意味ないのかな、正直言ってあんまり。で、みんな感じかつが。どうしようかな。様子を見ているか。全部回復して、エンジェルフライして、頑張れ。さあさあ、どうなるかな。エンジェルフライ。今度こそ止まってほしい。ねえ、なんか止まれないの？なんで？止まらないのエンジェルフライで。おかしいよね。エンジェルフライで止められないもんすいなかったと思うの。おかしいな。よーし、やった。オッケー。ナイス。7000強。みんな全部回復。よーし、よしたー。さあ、出るか。やってきまーす。いけ！おー、レアやった。破壊王の風出ましたね。で、生きられないと。マジか。まあでもね、今回破壊王の飾りね。では効果見てみますか。よし、ちょっと効果見てみますか。破壊王の飾りってどこだ。どこなんだろう。あ、これか。もう竜ガード 20%、 幻 25% あんま強くないな。まあいいや。まあリアが出たって感じです。よし、じゃあラストに宝箱かけて終わるか。はい、分かった。何これ。プラチナの頭に行く。これもなんかあんまだな。はい、まあ終わりますか。はい、というわけでいかがだったでしょうかね。今日はね、破壊、新破壊流をね、激レア&レアガリしたんですけど、まあ、レアは出たんですけど、激レア落ちなかったということで、まあでも前はね、何も落ちなかったんですけども、今回レア落ちたから良かったかなと思います。
またね、ゲギラ狩りの動画ね、上げていきたいと思うので、よければご視聴お願いします。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。